ボーンレガシーは2012年のアメリカ合衆国のアクションスリラー映画。監督はトニー・ギルロイ、出演はジェレミー・レナー、エドワード・ノートン、レイチェル・ワイズなど、ロバート・ラ・ドラムが執筆したジェイソン・ボーンを主人公とする小説を原作とした映画シリーズの4作目。なお、ラ・ドラムの死後にエリック・バン・ラスト・ベーダーが執筆した2004年の小説、 ボーンレガシーが存在するが、内容は本作とは異なる。時間軸は前作ボーンスプレーマシー、ボーン、アルティメータムに前後する。アーロン・クロスはアウトカム計画の参加者であり、アラスカにて日々過酷な訓練をしており、その訓練過程において薬の服用、血液採取、問診を義務付けられている。その頃、CIA 内部調査局のパメラ・ランディの 告発などにより暗殺者養成プログラムのトレッドストーン、ブラックブライアー、そしてアウトカム計画の存在が白日のもとにさらされようとしている。国家調査研究所のリックバイヤーはアウトカム計画の一時的な消去と蓄積されたデータの隠匿を命じる。この命令によりアウトカム計画の参加者たちは次々に無人攻撃機に爆撃されたり毒殺される。 一方、アーロンは自分の強化された能力を駆使して過労じてその危機を逃れ、自分の死を偽装することに成功する。その頃、アーロンの体調を管理しているステリシン・モルランタ社で銃の乱射事件が発生する。その会社ではその部署でプログラム可能な行動、神経学的なデザインの研究を行っているという。銃の乱射事件での唯一の生存者のマルタシェアリング。 博士は、バイヤーの放った資格たちによって再び命を狙われるがアーロンに救われる。マルタは、アーロンの服用していた緑の錠剤が身体的な能力を増強させること、青の錠剤が知的能力を増強させ、通格を抑制することをアーロンに告げる。また、緑の錠剤の効果はすでにウイルスによってアーロンの遺伝子に組み込まれており、緑の錠剤の服用は、 必要ないことがわかる。しかし、青の錠剤がなければ、アーロンの優れた知的能力が崩壊し、アーロンとマルタは、バイヤーの放った資格によって、命の危険にさらされると予想される。このように、映画全体に、ジェイソン・ボーンらの一連の計画の参加者たちの卓越した能力と、時折起こる、心的異常状態の秘密が暗示されている。アーロンとマルタは、 青の錠剤の代わりになるウイルスを得るために、マルタの所属する関連会社があるフィリピンに飛ぶことになる。ジェレミー・レナ・ー・レーチェル・ワイズ、カッコ内は日本語吹き替え、防音アルティメータムの脚本に参加したジョージのルフィは、それまでのように、ロバート・ラ・ドラムの小説に関連にした第4の映画の脚本を書く予定であった。ジェイソン・ボーン役のマット・デーモンも当初からプロジェクトに入っており、 さらにジュリア・スタイルズとジョアン・アレンも参加を依頼されていた。しかしながら当初続投が予定されていた監督のポール・グリーングラスの交番が2009年11月30日に発表され、マット・デーモンも彼なしで映画を撮ることはあり得ないと述べた。2010年6月9日、トニー・ギルロイがザ・ボーン・レガシーの脚本、監督を担当し、 同作が2012年に公開されると発表された。ザ・ボーン・レガシーは小説、ボーン・レガシーをベースとした内容ではなく、ジェイソン・ボーンも登場しない。同映画は新しいカノンに基づいたリブートの類ではなく、これまでのシリーズのスピンオフのような形となり、ボーンを作ったトレッドストーン作戦と類似の作戦によって、生み出された新キャラクター、アーロン・クロスの物語として描かれる。 またギルロイは、デーモンとグリーングラスが将来シリーズに復帰する、可能性もなくなってはいないと語っている。ロッテントマトズによれば、批評家の一致した見解は、前の三部作ほど心をつかむ力はないが、ボーンレガシーは語るべき物語が、本シリーズにまだ残っていることを証明しており、主演のジェレミー・レナーが、魅力的な仕事を見せてくれている。であり、 232件の評論のうち高評価は55%に当たる128件で平均点は10点満点中5.8点となっている。メタクレティックによれば42件の評論のうち高評価は24件、賛否混在は15件、低評価は3件で平均点は100点満点中61点となっている。ありがとうございます。